明日は結果発表。調合と冒険に明け暮れる5年間だったけど、充実してたね。来たわね、マルローネ。私の結果は？マルローネ、あなたは私の想像をはるかに超える結果を残したわ。あなたはね、もう私やドルニエ校長よりもずっと先の高みまで上り詰めたのよ。ドルニエ校長が言ってたわ。あの子にはもはや教えることは何もなかろうって。私も校長と同じ考えです。だからおめでとう。結果は合格よ。文句のつけようもないわ。やったー。これだけの成績ならどこへ行ってもきっと通用するわ。自信を持ちなさい。はい。卒業した後はアカデミーに残ってもいいでしょう。あの店をそのまま続けるのもいいわね。あなたの思うところへ進みなさい。これから先の人生はあなたが決めるのだから。そんな顔は似合わないわ。大丈夫、きっと大丈夫よ。私はあなたの成功を信じているわ。だからもう行きなさい。でもちょっと不安。あのマルローネよ、おてんばでおっちょこちょいの。カーミンよ、少々の失敗ならいいです。どうか大きな失敗だけはさせないでやってください。ラリー。あら、シアじゃない。どうしたの？聞いたわよ、試験に合格したみたいね、マリー。文句のつけようがないだって。すごいじゃない、よかったわね。うん。さーて、これからどうしてこうかな。私、あのね、マリー、私マリーのおかげでとても体が丈夫になったの。私今まで病気がちだったからあんまり外に出たことないし、だから外の世界を見たいの。一緒にどこかへ旅に行かない？二人で。何それ、本気で言ってるの？ダメなの？ダメじゃないよ。ダメじゃないけど、本当にいいの？ご両親が心配するよ、きっと。大丈夫、マリーと一緒だって言えば許してくれると思うわ。そういう問題じゃないと思う。私もマリーのようにあちこちに行っていろいろなことを知りたいの。わかった、一緒に行こう。今まで大丈夫だったんだから多分これからも行けるでしょう。でもいきなり旅に行くのはちょっと心配だよね。材料探しとは訳が違うんだから。そうね、うんと遠くに行っちゃってから何かあったら大変よね。あ、そうだ、年末の舞踏大会に出てみるっていうのはどうかしら。え、それって無謀じゃない？だって相手は騎士とか戦士とかゴロツキとかばっかりだよ。爆弾使ってもいいならなんとかなるかもしれないけど、私たちみたいなか弱い乙女じゃ。マリー、信じたくないけど、もう誰も私たちをか弱いなんて思ってないわよ、きっと。ああ、うすうす感づいてはいたんだけど、やっぱりそうか。ああ、舞踏大会も案外簡単に優勝できちゃうかもしれないわね。しや、ずいぶん嬉しそうに言うのね。
病気がちだった私がこんなに強くなれたんだもの。だからとりあえず舞踏大会で優勝しましょう。それでその後旅に出るの。シア変わったね。だってずっとマリーと一緒だったんだもの。変わらない方が変よ。なんだかな。わかった。それじゃそうしましょう。私たち無敵のコンビだね。年末の舞踏大会に参加したマルローネとシア。観客が呆れる中、二人はあれよあれよと勝ち進み、あっという間に優勝してしまいました。そして町中が興奮冷めやらぬある日、二人は未知なる世界を目指して冒険の旅に出て行ったのです。当然当ては全くありません。しかし彼女たちはどんな困難をも突破していくに違いありません。二人は伝説の人となったのですから。